ダブリン。ダブリン、アイルランド、5、バイレア、サクレア、または、デュブリンは、アイルランド島東,東部の都市で、アイルランドの首都である。リフィガー川口に位置し、その南北に、町が広がる。アイルランドの政治、経済、交通、文化の中心地であり、アイルランドの全人口の3分の1が、ダブリン首都圏に集中するアイルランド国内最大の、都市である。 欧州有数の世界都市であり、重要な金融センターの一つになっている。市内には、アイルランド人の権利の拡大に尽力した人々や、イギリスからの独立運動のために命を落とした活動家の名前が、記念日や通りの名前に多く見られる。ダニエル・オコンネルにちなむ、町の目抜き通りのオコンネル通りや、パトリック・ピアースにちなむピアース通り、この利益などが、例に挙げられる。 これらは本来は別の名前が付けられていたが、1921年の独立後に解明されたものである、オコンネル通りはかつてはサックビル通りと呼ばれていた。ダブリンはアイルランドの歴史の中でしばしば重要な役割を果たしてきた。2世紀のアレクサンドリアの地理学者、プトレマイオスの文献にエブラナと記されている地が、現在のダブリンとされる、住民である、 ケルト人は291年、レンスター軍との戦いで勝利を収めた。ダブリンのアイルランド語の名称ブラークリーは、この勝利の後に付けられた名称と考えられている。450年頃にパトリキウスによってキリスト教に改修する。9世紀半ば頃、リフィ側から攻め上がってきたノルマン人バイキングが、ここにあったケルト人の町を破壊して、城塞を築き、 これをゲール語で黒い水たまりを意味するドゥブリン・デュブリンと呼んだのが街の英名の由来とされている。現在のダブリン城の地下にはその当時の遺構が伺え、またこの城の裏の庭がそのかつて黒い水たまりと呼ばれていた地域である。これに続く三世紀の間、アイルランドの住民はデーン人からたびたびダブリンを奪回した。1171年、デン人は イングランドのヘンリー二世に率いられたアングロノルマン人によって追放された。ヘンリー二世は翌1172年にダブリンに宮廷を置き、ここをイングランドの都市ブリストルの俗領とした。こうしてダブリンはイングランドのアイルランド支配の拠点となったが、1534年に反乱が起き、アイルランドの愛国者フィッツジェラルドが一時支配した。17世紀。 イギリスのピューリタン革命の間、ダブリンはクロムウェルの議会派勢力に包囲された。1798年のアイルランド民族主義組織、ユナイテッド・アイリッシュ面の放棄に際しては、ダブリン略の試みは失敗し、1803年、1847年、1867年にも放棄が繰り返された。 1916年と1919 19年から1921年のアイルランド放棄ではダブリンは激しい戦場となっている。歴代のアイルランド王や有力者、またアイルランドを植民地支配したイングランドもダブリン城に行政の拠点を置き、アイルランド独立に至るまでアイルランドの行政と政治の中心であった。17世紀末頃より、 大陸から来たユグノーやフランドル人によって、各種工業が発展し、18世紀には大英帝国第二の都市、ヨーロッパでも5番目に大きい都市となった。旧市街にはこの頃に建てられた建築物が数多く残っている。1800年合同法がアイルランド議会にて可決、成立した。これにより、グレートブリテン王国との合同がなされ、それと共に、 アイルランド議会は解散した。この頃よりダブリンは政治的、経済的衰退に苦しんだ。アイルランドは連合王国の他の地域と比較してベルファストなどの一部の地域を除いて産業革命が進展しなかった。1916年の復活再放棄、独立戦争、そして内戦はダブリンに物理的打撃を与えた。AI 条約に基づき、 1921年以降、ダブリンはイギリスの自治領、アイルランド自由国の首都となった。自由国は独立の余波で破壊されたダブリンを再建し、立法機関であるウラクタスを設置した。1937年の新憲法施行により、独立した民主的な国家エールが成立した。そして、1949年にアイルランドが英連邦より離脱し、 共和制国家、アイルランドの首都となった。現在も、市の中心部のメリオン通り及びメリオン、スクエア周辺に、アイルランド共和国政府の議会や主要官庁が、立ち並び、アイルランドの政治、経済、文化の中心として栄えている。アイルランド東部、アイリッシュ海に望むレンスター地方の都市、南部が、ウィックロー山地の一部になっているほか、地形は、ほぼ平らである。 1 1 3トルに及ぶ海岸線にはリフィー川が注ぐダブリン湾のほか、多くの入江湾がある。ランベージマやアイルランズアイシマなどの島は行政上ダブリン州に属している。ダブリンの地形はほぼ平坦で市内中央部を東西に流れるリフィー川によって南北に分けられており、川に架か,かる十の橋の中ではオーコンネル橋が有名である。1 4トルにわたる 環状道路が19世紀末の市街地を囲んでいるが、地域はその外側にも広がっている。リフィー側に面した港には大型船舶用の埠頭があり、ロイヤル運河とグランド運河の2つの大運河が、ダブリンとシャノン川を結んでいる。政府館長や企業のオフィス、文化施設、またグラフトン通りなどの高級ショッピング街や、中流階級の住宅地は、町の南側に集中している。 これに対して北側は庶民の住む下町地域であり、庶民のためのショッピング施設などが立ち並んでいる。歴史的建造物の多くはリフィ川南岸の旧市街にある。ダブリン城にはかつてイギリスのアイルランド総督府が置かれていた。ダブリン城の近くにはアイルランド聖公会の聖三味一体大聖堂、いわゆるクライストチャーチ大聖堂がある。ほど近いところにある。 ゴシック建築の聖パトリック大聖堂は、やはり、アイルランド聖公会に属しているが、アイルランド聖公会の司教は、通常、聖三味一体教会を、司教座聖堂として使用している。かつて聖パトリック大聖堂で、主席司祭であったスウィフトは、自らの職場であった、この大聖堂に埋葬されている。なお、カトリック教会のダブリン司教は、 聖マリアリンジ司教座聖堂を職場としていい。ただし、カトリック教会では、今もダブリン司教の本来の認知は、生産味一体大聖堂としている。旧市街には、アイルランド銀行や、18世紀建造のカスタムハウス、アイルランド高等裁判所のある、方向ーーツ、国会議事堂として使われる、レンスターハウスなどが見られる。市内には、オコンネル、政治家で弁論家のバーク、 作家、ゴールドスミスなど著名人の銅像が多い。西の郊外には動物園や温室、森林公園、大統領官邸がある広大なフェニックス公園が広がる。北海道よりもはるかに高緯度に位置するが、メキシコ湾流の影響により冬の平均気温は東京都心と大差がなく、氷点下になる日も少ない。夏は涼しく、 上がっても摂氏20度を少し超える程度であり、摂氏25度を超えることは滅多にない。日によっては真冬並みに寒いこともある。年間降水量は日本よりも少ないが、雨の日が多く、特に冬は雨が多い。ダブリンはアイルランドの首都であり、アイルランド国民議会の所在地である。アイルランド憲法においては、ダブリン及びその近郊に議会を開くことを、 義務付けてて、いいる。総選挙においてダブリン5つの選挙区に分割されており、合計19の TD を選出する。選挙区と定数は、ダブリン中央、3席、ダブリン湾北部、5席、ダブリン北西、3席、ダブリン南部、4席とダブリン湾南部、4席となっている。ダブリン市の議会である、ダブリン市議会は一員制であり、十三議席で、 構成されている。ダブリンの市長は、市議会より選出され、委員会を組織する。委員会は、住宅、交通行政、廃棄物処理、下水道及び都市計画などの分野への支出の年間予算を支出する。市長には、市議会の決定を実施する責任があり、過半数の議席を持つ政党、または、政党連合は、委員会のメンバーの人事権を行使できる。 2011年総選挙において、当時与党であったフィアナフォイルは1議席を除く、全議席を失った。ダブリンはアイルランドの貿易の拠点で、家畜、農産物、スタウトビールなどの各種工業製品はここから輸出されている。かつては大英帝国、第二の都市と呼称されるほどに栄えたものの、独立後、アイルランド政府の保守政策と経済不況。 またその結果としての人口の移民としての流出のために数十年にわたって錆びれた。しかし欧州共同体への加入、そして1990年代に入ってからの IT、製薬、観光、金融産業などによる急激な経済成長により、かつての植民地時代の規模をはるかに超えた成長と人口増加が見られた。このため、不動産の高騰や交通渋滞など、 人口集中に伴う問題が多々起こり、街中の至るところで外区の再開発が急ピッチで進められた。近年の急激な経済成長のために人口が爆発的に膨張し、都市圏全体では100万人を超える。また、かつては世界最大の移民輸出国家であったが、中国、アフリカ、東欧諸国からの移民の増大が見られた。しかし二千八年から経済成長に、 陰りが見え始め、2009年に入ってからは、完全にバブル崩壊の状況である。2009年7月での失業率は11.9%。また、2009年9月発表では、2009年4月までの12ヶ月の間にアイルランドに入国した移民の数よりも、海外へ職を求め出国した数が上回る数字が出た。1995年以来初めてのことである。 金融サービスはダブリンが国際金融センターの一つとして発展するとともに重要な地位を占めるようになった。500以上の金融機関がアイフスックプログラムの下で取引を行っている。ダブリンはアイルランドにおける金融の中心地である。シティバンクやコメルツ銀行などの外国銀行もダブリンに支店を設置している。主な取引所としてはアイルランド証券取引所。 インターネットニュートラル取引所、アイルランド合わせ取引所などがある。街の南の郊外には、この街の生んだ20世紀を代表する作家、ジェームズ・ジョイスが一時滞在していた建物が、記念館として残っている。ジョイスにはこの地の人々の日常と街の歴史や、苦難の過去を重ね打ちしにしたか作、ダブリン市民という短編集もある。 記念館は、ナポレオンの信仰に備えて作られた見張り塔だった建物で、チスの城の駒の形で異様な体を成している。ジョイスの代表作、ユリシーズは、ホメロス、オデュッセイアの主人公二人に見立てたブルームとスティーブン、ディーダラスが、ダブリンの街を知らず知らず、互いを求めながらさまよう物語ある。作品の中の関係箇所と街の底こ,ここの関連を、表示した地図は、 ダブリンを訪れた文学ファンの必須アイテムで、ダブリンの南港にある南港にある港町、サンディコーブにあるとジェームス・ジョイス・タワー、元はマーテルロー・タワーといったもの、ジェームス・ジョイス記念館で手に入れることができる。また、この地の出身の哲学者にして、聖職者、バークリ総長は、アメリカに戦況に赴き、カリフォルニア大学バークリー校にその名前を残した。他にも、 聖パトリック大聖堂の主席司祭であったジョナサンス・スウィーフとこの町で生まれたオスカー・ワイルド、トリニティ大学出身でノーベル文学賞受賞者のサミュエル・ベケットなどこの町ゆかりのある文学者は多い。市の中心部にあるアイルランドライターズ・ミュージアムではこれらの文学者にゆかりの品が展示されている。パブと音楽の町として観光客も多く、 市内各地には無数のパブが立ち並んでいる。市内の各所では、路上でパフォーマンスを繰り広げるミュージシャンの姿を見かける。ダブリン出身の有名なミュージシャンとして、U2 やボブ・ゲルドフや、マイ・ブラッティ、バレンタインなどが挙げられる。市内中心部のテンプル・バーはかつて荒廃していたが、政府の再開発計画により、パブ・ギャラリー・レストラン・カフェ、映画館、 クラブライブハウスなどの集中する観光名所、若者の地域として生まれ変わった。ダブリンはアイルランドの教育の主要な中心地である。3つの総合大学、ダブリン工科大学をはじめ、数多くの高等教育機関が所在している。旧市街にあるトリニティカレッジはアイルランド最古の大学の大学であり、ブリテン諸島の大学の中でもズば抜けた歴史と伝統を誇る。 その歴史は16世紀まで遡る。旧図書館では、ケルト美術を代表する、作品ケルズの書など、貴重な収蔵文献を見ることができる。また、市内中心部にある、国立博物館には、タラのブローチなど、多数のケルト美術の手法が展示されている。街の歴史自体は、決して古くはないが、市内の中心部には、金星の取れた金星の美しい波がよく保存されて、おり、 観光客たちを楽しませている。作家ジェームズ・ジョイスが学んだ、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンは、アイルランド国立大学を構成する大学の一つで、アイルランド最大の総合大学である。主な図書館は、ダブリン大学図書館、ロイヤル、ダブリンソサイティ図書館、国立図書館、その他、国立博物館、ナショナルギャラリー、19世紀末から20世紀初頭にかけて、 アイルランドの俗主義的文学運動の中心だった劇場アベザなどがある。ダブリンにおいて1469人の学生がゲイルス・コイリアナ、アイルランド語小学校かゲイル・コラッシュとアイルランド語高等学校に所属しており、ダブリンはアイルランドでも最大規模のアイルランド語学校がある。アイルランドの道路交通網は主にダブリンを中心としている。 自動車専用道路はダブリンを半包囲する形で整備されており国内の他の地域や北アイルランド方向の高速道路と接続している2006年交通渋滞問題解消の第一段階として大型車対応のダブリン港トンネルが開通したトンネルはダブリン港や M1 一自動車専用道路ダブリン空港と接続しているダブリンは 内側と外側の自動車専用道路に囲まれており、内側の自動車専用道路は、ジョージアン様式の街の中心部に接続しており、外側の自動車専用道路は、主にダブリン市内のニュンガ、大ウンガとロイヤルウンガだけでなく、南北循環道路によって形成された自然な円に沿って整備されている。これらの自動車専用道路は、ほとんどが無料であるが、一部有料。 このうちは料金所が撤去されており ETC を利用したりインターネットなどから翌日午後8時までに通行料金を支払う仕組みであ。ダブリンのバスは約200路線の広範なネットワークで構成されている。これらの大部分はダブリンバスが運営しているが中小バス会社のバス運行事業を行っている。運賃は一般的に移動した距離に基づいて ステージシステムで計算されます。ほとんどのサービスに適用運賃やいくつかの異なるレベルがあります。2012年に導入されたリアルタイム旅客情報システムはダブリンバスにて採用されており、導入したバスは位置決定の GPS に基づいて、次のバスの到着時刻に関する情報を中継して表示する。国家運輸局はダブリンのバスと 鉄道サービスの統合のためのプリペイドスマートカードの導入に携わってた。イルンドードエイルンによりインターシティ、コミューター及びダートが運行されている。ダブリンヒューストーン駅とダブリンコノリー駅はダブリンの主要ターミナル駅である。ダートはダブリンの沿岸に沿って運行しており、ダンドークやラウス郡のドロイダなどのベッドタウンと属している。また、近郊路線としては グレイストーンズがあり、これは、ウィックリー州より接続している。路線全体の旅客数はそれぞれ年間1600万人と1170万人だった。また、中心市街地を、ルアスと呼ばれる、路面電車が2方向に運行されている。ルアスは2004年開業し、22.7km、36.5マイル、54、停留所の2本の路面電車ラインからなる。 ダブリン空港が北部に存在し、エアリングスやライアンエアをはじめとして国内外を結んでいる。ダブリン港よりフェリーがウェールズのホリーヘッドとを結んでいるステナラインとアイリッシュフェリーによる運航。ユーロラインバスによりロンドンやエジンバラへの長距離バスがこれらのフェリーを経由して運航されている。アイリッシュベースボールリーグのダブリンブラックソックス。 ダブリン・ハーディケーンズ、ダブリン・スパルタズが本拠地としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。